悟でやるんだけど。どうも。カユ絶対蚊に噛まれてるって思って見たけど全然噛まれてなくて。涼しい風。あ、涼しい涼しい、来てる。あ、来てる来てる来てる。そのズボンもいらん。可愛いでしょ。もういらんやろ。え？買ったばっかり。うん。まだ2回しか履いてないから。いらんやろもう。可愛いでしょ。もういらんやろ。いらんやろ。履いたばっかだから。履いたばっかだから。買ったばっかだから。うまっ。暑かったから顔ベタベタだ。小島いないですよ。小島はいないですよ。あれ、私ペン持ってきたんやけどな。あれ、そんな分かんない。あ、おい、なくなっちゃった。むしろ、いったあったわ、足元にあったわ。すっごい、よいしょ。やっほー、よりちゃんもニーデール、かわいい、ありがとう。今日はチーム M の回してるやつ、回してるやつ、全員がやるやつやるよ。うまっ、バニラアイス、うまっ。誰やっけ、ケイトの日かな、ケイトの番らしいんですがな、がな。塩付き、わかるよ、塩付きって調理かけるから好き。ケイトやろ、き、希望の木やろ、どうせけ、け、き。そう、今回はケイトの番。待って、ケイトのけ、い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 い。え、これ合ってる、これ合ってんのかな。ケイトって書ける、え、ケイトって漢字で書ける、キャー書ける、なんで言っていいの。希望の木入ってるやろ、うん、希望の木。次や、け、3文字や、ほんでケイト、うん、もうダメや、マジカニ書ける、ケイラブや、ケ、え、この希望の木でケイよね、ケイだけよな、イトがまた別なんよな、うん、じゃあひらがなで書こう、イー、イト、ケイト、メンバーいますか、いません。誰だよ、誰だよ、ケイトの似顔絵やろ、もうそんな。なんで練習したな、カナのイに衣みたいなやつ、カタカナのイ、カタカナのイ、糸、なんか糸編っていうのは、なんて人、人みたいな感じ。あー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 こう、あーほんまや、聞いたらあーそうってなるよね、なに、覚えてんねん。ヒントは覚えるわよ、勝利かけんやろ、塩にもいけるよ。誕生日はそうですね、まあケイトぐらいになると、まあもう2004年とかじゃないですかね、2004年とかちゃう、誕生日は、うん、まあそうですね、まあ、12月ちゃう、うん、冬、え、ほんまに、うん、うわ、7とかちゃう、わからないんですよ、呼びましょう、当たってる、当たってる、あ、違う、出身地はそうですね、やっぱ関西かなって、まあね、関西ですよね。こんにちは、くっそ12月15日外れた、
まあね、これはあの予想で書くやつなんで、はい、ヤッホー。そうですね、やっぱ動物に例えるとやっぱリスかなみたいなところはありますよね。はい、あんのかな、ないのかな、あるよね。そう、なんかこれをメンバーのプロフィールを違うメンバーが書こうっていうやつをやってるみたいです。やってるんです。ケイトの好きな言葉はやっぱりそうですね、早起きは三文の徳。ケイトってな、うん、あの朝弱いの。あれなんでそうなん、ケイトって意外と朝弱くて、なんかみんなで朝早い仕事行くとか、ホテルで寝る時とか、実は結構あのお寝坊さんなんで、うん、可愛くない？めっちゃ可愛いんやけど、やば、強そう、あんまりかもないけど、バキって起きそうやのに。そう、多分ママに起こしてもらってる。可愛いんだけど。好きな食べ物はやっぱなんか、ケイトはやっぱそれな、キュウリとかちゃう？キュウリでやっぱってなる。キュウリの一本漬けとかちゃう？まあね、これはそう、そうだと思いますよ。はい、おにぎりの具は、そうですね、ケイトが好きなおにぎりの具は、うん、なんか鮭とか好きそう。なんか今はチーム M でやってるメンバーのプロフィールを他のメンバーが書いてみようっていう予想でただただ書くやつを、名前順にやってるのでそれを書いています。この説明で伝わるのかちょっとわからんけど、さっきから大喜利配信ですか。まあなんかそんなところはあるよね。これなんて言ったって予想で書いてるんですから、はい、必殺技か。ケイトの必殺技、やっぱなんかなんだろうな、同じだったんだ。ちょ言って、ごめん言って、ごめん言ってでもね、ちょっとあの電話がかかってきました。どこまで、うん、大丈夫そうだよ、分かってそうだよ。戻った、よかった。何で食べた？せやねんで食べた餃子がめちゃくちゃ美味しくて。何の餃子？もうなんか、超有名な大阪の東大阪だったかな、ではとっても有名なお店みたいで、その当日のお昼の3時からしか電話予約受け付けてなくて、完全予約制で、うん、人気すぎて電話がかからないぐらい人気なんだって。うん、食べれないだろうな。何？何が美味しい？どうやって食レポしたの？ちょっと教えてや。2個一気に食べるのが美味しいですって言った。2個に。味は？味なんかちっちゃくて、中がなんか肉肉しくなくてね。意外と。うん、肉肉しくなくて？肉肉しくない。肉が多分ほぼ入ってなくて、うん。皮の方がもっちり美味しいみたいな。サクサクもっちりみたいな。でちっちゃくてあっさりヘルシー。白菜。はい、とっても美味しかったね。めっちゃ美味しかったでしょ。何もかけずに食べた？うん、
なんかね、ソースというかタレもちょっとピリ辛の粉がかかってた。うん、でも美味しかった。やってみんなさん。東大阪？うん。もうおい。ちょっとまだ土地勘がやっぱりなくて。確かや、うん、そうやな。なんで7年いるけどな。うん、ないわ。ナンバでギリやわ。最近ケイト最近何にハマってんの？何それ？ハマってることですか。そうですね。ボケることいいですね。ボケること、ボケることよく使う絵文字。え、やっぱニコニコじゃないですかね。これじゃないですか。いけ、あ、いいね。ボケることといけばなにしとこう。いけばな。チャームポイントはやっぱり。握手会支払いしたよ。ありがとうございます。皆さんもお忘れなきよう。今日、ま、今日です。こんにちは。チャームポイントはそうですね、やっぱり目、うん、そうですね、チャームポイントはやっぱりそうですね。いつから渋谷の、もうちょっとじゃん。チャームポイントは笑った時の目。なんなん急に。流れてきて。確かに眉毛、昔は趣味はそうですね、やっぱ生け花じゃないですかね。うん、やっぱケイトの秘密は何でしょうね。何だと思いますかね。そうですね。朝が弱い。必殺技はそうですね、何でしょうか。そうですね、必殺技は前にサイコパス出るらしい。誰が？ケイトが？そう。うまー。うまー。美味しいね。必殺技か。なんだろうな。牛丼のさ、牛丼の中とさ大盛りがさ、うん、値段一緒やったからさ大盛りにしてみたら吐くかと思ったマジで。そんなに多いのね。違うな、あれはさ中あ中は上の具が多くてご飯が少ないんか。へー。で大盛りになったらご飯の量が多いのか。どうですか。え、やばいな、無理や。あー、さすがに無理か。食べたけど。いやめっちゃご飯の大阪、え、ご、お、無理やった。マジでお腹めっちゃ空いてて食べたけど無理でした。食べたけどうわって、もうだからもう今日ないらん、飲んでるけど。あれか、あとアボカド乗ったからか。アボカドなんかあんの。あーちは自分の自分家で。かけた。一回キング食べてみてほしい。やばいから。キングなんかあんの牛丼に。えぐ、絶対やばいやん。今何分？
何時？15時59分。はーい。はーい。あ、閉じた？うん。牛丼は別腹、ほんまに？そうなん？もうだから私は中か波しかちょっと。でも中もな、ちょっと結構お腹いっぱいになるからな、波やな。それではそろそろこれもかけたことだし終わっちゃうよ。あ、バイバイ。13位、七木さん。七木。12位、メガクロさん。11位がキミコさん。10位がイッタクテさん。9位がキーちゃんさん。8位が加藤健さん。7位がまどかさん。6位がかんちゃんさん。5位がなべさん。4位がおっくんさん。3位がみものさん。2位がエンドロールさん。1位がイータさんです。ありがとうございます。今日もお稽古、今日は今からユニバに行ってきます。おー、無視すんなよ。今からユニバに行ってきます、うん、いバイバイみんな。嘘です。いや、行かないです。嘘です。人生で1回しかまだ行ったことないぐらい行かないんですけど、行きたいんですけど、いつ行く、うん、あ、もういつもこんな感じなんです。本当に私一人でずっと喋ってて、もうずっと無視されてるんです。ヒラパンも行きたい。動物に会いに行きたい。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。